こんにちは。今日は見てこの天気。天気がめちゃくちゃいいからこれから釣りに行ってきます。でどこでやるかっていうと、スピットっていうシーワールドの近くの桟橋があって、そこで釣りができるからそこで釣りをしてきます。今回はこれでエビをね買ってみて釣りに行ってきます。今 JT に着きました。この桟橋でこれから釣りするんだけど、釣り竿1本の人は 4.4 ドルあれば入れて、ただ普通に歩くこともできて、ここの橋をね、それだったら、2.2 ドルで入れます。普通に景色いいからね、歩くだけでも全然来るのはおすすめ。はーい、今日使うのはこれで、アジとかキスがここら辺にいるからそれを狙っていきます。じゃあまずこれつけていくんだけど、これはね、最近イカ釣れるっていうのを YouTube で見てやってんだけど、なかなか釣れないんだよ。日本だったらこんなでかい重り使わないんだけど、ここ波があるからこれじゃないと流されちゃう。これね、オーストラリアのこのか、なんか日本だったら堤防だから波ないから、なんかもっとさ小さいやつでいつもやったけど、オーストラリアだってこれだけでかいのさ。準備完了したから、これからさっき買ってきたこのエビをつけて一個一個ちょっと投げ入れていきます。今こうつけたからもう入れていくよ。この辺でいいかな。なんかね、これアジの仲間だった気がする。イエーイ。こんな感じの休日を過ごしています。いつもでもまあマジびっくりした、1投目で釣れて。じゃあこれからも釣りしていきます。ちょっと遠くに投げてみた。ちょっとね、放置してみよう。なんか釣れそうじゃない？放置した方が。遠くに投げて。
口がでかい。だってこんなさ、大きいエビなのにさ。今帰ってきて、魚を塩焼きと煮付けにしてます。楽しみ。完成しました。これが塩焼きで、これが煮付け。めっちゃ美味しそう。今、ご飯食べてきました。いやー、美味しかった。今日結局、釣れたのは、だいたい10匹ぐらい釣れて、で、そのうちの9匹がアジの仲間のおやつで、1匹はちょっとなんか違くて、名前忘れちゃった。長くてだけど、それも釣れて、結局合計10匹だったんだけど、5匹はちっちゃかったりとかでリリースしてきましたね。最近さ、喋る動画とか結構多かったから、こういう動画もどうかなと思って撮ってみました。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。あと SNS もやっているので、ぜひそちらのチェックもよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。